李菅野は中国の作曲家。1919年当時英国領であった香港生まれ。父の李孫信は台湾に渡って菅野の母と出会い結婚。その後両親が仕事で香港へ戻っていた時に菅野と菅野の兄は生まれている。福建省の甘い操縦中学で学び、1936年に上海音楽専科学校に入学し、火星を ショートモバイについて学ぶ。1938年に香港から延安の革命に参加し、路人芸術学院音楽会入学して商保司会に作曲と指揮を指示した。同年11月には中国共産党に入党した。卒業後は同学院で教弁を取り、音楽家主任も務めた。1949年10月に中華人民共和国が成立すると、 中央音楽学院や中央歌舞団で指導に当たった。さらに1960年には中央民族楽団団長に就任し、主席指揮者を兼ねた。彼は同楽団を率いて日本を含む世界各国で演奏会を行った。また中国音楽家協会副主席、主席を歴任した。作曲活動も長年にわたって行っており、主要な作品に、 春節序曲、宗教奏曲、小津楽港幻想曲などがある。東京での音楽会の演奏は、レコード録音が残っている。ありがとうございます。